痩せるようになってきた。痛い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 。あー、なにこれ。痛い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 。なんだろ、骨折した時こんな声出ませんでした。ノコギリで触れてたみたいな。だいぶ暖かくもなってきましたね。うんうん。帰るの？うん。痛い。痛いですね。うちももだ。はい、うちももだね。痛いんだよね。今度はこっちが。痩せるようになってきた。つらい。だいぶまたもうちょっと足長くなった感じですね。まっすぐ、はい、違う、ここで違いますよね。すごい、はい。それであとこっちのがペターっとついてますよね。ここの下にペターっと沿ってつく感じがあって、こっちはなんかこう浮いてるんですよね。確かに。だからこうグラグラしちゃうけど、こっちはほとんど揺れないっていう、この違いですね。もう足って終わった後いつも気持ちいいです。あ、ですよね、うん、なんかスーッと軽くなってね。そう、ありますよね。そう、じんわりね。なんかね、こっちだと柔らかいから肌にこうしっとりくっついてくるというか、うん、まとわりつくというか、うん、そういう感じなんですけど、こっちはめっちゃツルツルしてるんですよ。全然みたいな、硬質な感じで。そう、パリッとなんか全然指に沿ってくれないというか。もう全く感触違いますよね。こうしっかり押せる、この均一に伸ばされる感じがあるのが左で、こっちはなんかある面しか触れないというか。一番盛り上がってるところ、そうそう、盛り上がってるところだけが触れるって感じで、ペターっとこう潰れてくれないんですよね。モリって硬い。もうギュッてなってる。もうこことかもう分かりやすくこうグッと硬いですよね。盛り上がって。こっちはそれがないんですよ、うん、なんか もちもちしてるというか、うん、全体的に柔らかいんだけど、こっちはこのゴリゴリがあってくすぐったくて冷たい。硬いね。
ここがギュってなんかおにぎりの形みたいな。そう。そう。こっちは平たい、丸い、柔らかい。もう全然別物ですね。同じ人の足じゃないみたいに。うん、なんか触られた感触で。ね、全然違う。違いますよね。ここはすごい尖ってる。痛いね。ね。固まってる。そう、硬いんです。固まりっぱなしだから必要な時にグッて なれないんですよね。常にちょっと力が入ってるみたいな。あ、そうだからちゃんと緩急が出ない状態なので、うん、そうだからその、まあ、だるいとか辛いってことにもなりやすいかなと思います。ね、でもこっちがすごくいい状態になったからこそここの異質さが分かりますね。うん、なんか触ってはいけない状態みたいな。そうね、すごいデリケートな状態ですよね。あー、開いてる。もうこの鍵もこうもりっと高い位置に来てます。痛いね。あ、何これ。で、結構肌が乾燥してますね。保湿目的でオイルって言ったら。それもあるんだ。そうね、それがいいと思います。そう、なんか普段だったらこんなにオイルつけ足さなくても大丈夫なのに、今日すごい吸うなと思って。いや、だからなんか肌がね、なんか一見別にそんなサカサしてるわけじゃないんだけど、塗っていくとなんかどんどん吸っちゃうから。そう、もともとすごい乾燥肌で。ああ、そうなんすね。なんだ、自宅ケア追いつかないから、だからもうなんかオイル頼んだ方が一石二鳥だみたいな。そうだね。保湿ケアもできて、そうそうそう、リンパケアもできてみたいなね。そう、そうですね。なんかこう悪いと両方一気に悪くなりますよね。冷えるし、かさつくみたいな。そうなんですよ、ね。一気に年取ったみたいな。そうだよね。しかも、まあ、今結構あったかいとはいえやっぱり冬に向かってるんでね、空気がね、乾燥してるんでしょうね。あとちょっと寒いとね、河川の服とかも多くなりますからね、静電気出たりしてまた肌乾いたりしますね。すごい冷たい。ひんやーりしてる。こっちは今だいぶ暖かくなったからそれがないんですけど、こっち側なんか手の温度違く感じないです。あ、確かに。こっちで触るのとこっちで触るのと、うん、ね、すごいひんやーりしてます。あったかいこっちの方が触れる。そう。でもこっちは別に温度差そんなないんですよね。うん。うん、なんならももはさんのももの方があったかい。私の手より。ってぐらいこっちはあったかいけど。わかる。右足がめっちゃ冷たい。怪我してるみたいなね。折れてるじゃないか。折れてるみたいに痛い。でも大丈夫ですからね。無傷なんですけどね。傷の痛みじゃないけど、すごい痛いっていう。なんだろう、骨折した時こんな声出ませんでした。骨折より痛いっていう。骨折より痛い。でも、これの痛みって結構強烈ですからね。そう、侮れないんだよ。侮れないよ。特に足って普段ケアがないから痛い、余計痛く感じるかも。そう。ね。なんか予測できない。うん、そうですね。結構
こうギャーってなる痛みが出ますよね。そう、こんな私痛いんだみたいな、うん、ね、自分でもびっくりみたいな。なんかノコギリで触れてたみたいな。ノコギリ怖いですね。すねもむっちゃ硬い。やっぱ、うん、すごいこう粘ってるというか硬い感じですね。知らないでやると温めてびっくりしちゃうね、暑いから、ね、手が燃えたみたいな。急にどうなっちゃったんだろうね。摩擦が燃えたみたいな。やばい、やばい、やばい。そんなことしてないです。なんか右の方がより取れにくい感じしますね。なんか、うん、悪質な感じしますね。そう、あれですよね、ちょっと右の方がちょっとより内股が強い内股になってるんですよね、うん、なので多分こうちゃんと重心が乗ってない側なんですよね。で左の方がちゃんと筋肉が使えてて、右の方がちょっとこううまくまっすぐ重心が乗ってない側なので、うん、よりこう使うとこ使う、使わないとこ使わないっていうのが激しく差が出ちゃうのかなと思います。うん、確かに、なんか左の方が安定感ある気がする、うん、そう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 、重心、そう、多分右の方が片足立ちできないと思うんですよね、苦手だと思うんですよ。ああ、そうかも、うん、不思議。うん、なんでそういう癖ってできるんだろう。まあね、いろいろ、うん、ね、あんま怪我が元でなる人とかもいるし、うんうん、でもまあ何でもやっぱり利き足とかってあるじゃないですか、ね、こっちからの方が踏み込みやすいとか。そう、なんか私子供の時もっと極端で、うん、あ、そうだったんですか。靴のすり減り方が全然違う。へえ、あ、であとなんか結構やみくもに道を歩いてるときに、うん、左の道を選びやすい人とか、うん、心理的なものとか、あ、うんうん、なんかありそう。まあ、あの臓器がそもそも左右対称じゃないですからね。ね、うん、やっぱ肝臓右のが重いとかあるわけだから、うんうん、難しいっていうのがあるっすよね。ね、うん、逆に意識してバランスをね、うん、うんうん、整えないとなんか、そうなんですよ、好きな方が、いやいや、なっちゃう、なっちゃうと思います。手もそうだけど、うんうん、そうそう、いやだってそうですよ、だって手だってさ、右利きだったら右の方にだんだんこう体がさ傾いていくっていうか、うん、そう、癖って出ますからね、体の強さも違うしね。そう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 、あと目の見え方とか ね、そういうのでやっぱこう首なんか見やすいように首をかしげるとか少し体回すみたいな、うんうん、ね、ねじるみたいなのがあったりするので、うん、重心もそれに合わせて踏みやすい足というか、うん、バランスなんか7-3みたいになっちゃったりとかあると思うんですよね、うん、まあ、とその強い臓器、弱い臓器があったりするじゃないですか、うん、胃が弱い人とかさ、うん、なんか膀胱に出やすい人とかさ、うん、そういうのもあってなんかこう体をちょっとかばうじゃないですけど、うんうん、なんかそういう部分って縮めたくなるから、弱い部分って、うんうん、だからちょっとこう体左に傾けるとか、うん、ちょっと腰がへっぴり腰になるとか、うん、人それぞれ癖ってあると思うんですよね、うん、
お疲れ様でした。最初撮っとけばよかったですねって思ったぐらい、確かにプールも良くなって、そう、姿勢がね良くなって、細くなって、足の感じとかどうですか、はい、だいぶ楽になりましたし、うんうん、見た目が結構すぐ変わるんで、うん、ね、そう、うん、いいなと思って、ね、肌の質感もね、あのツヤ感とか透明感がすごく出て、うん、うん、ね、はい、高くなって暑いぐらいにね、よかったです、はい、ももさんは、はい、みことさんっていう名前でインスタやってたりとかしてます、はい、アカウントをね作ってますので、ご興味ある方はぜひフォローしてください、はいね、あのお写真のね、はい、撮影の依頼とかも DM とかでね、そういう感じですかね、はい、できるようになってますので、ご興味ある方は、はい、よろしくお願いします、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。